はい、こんにちは、116ウィンズです。いよいよ来週からプレーオフが始まりますね。コンテンダーにとってはシーズンの集大成とも言うべき、見逃せない試合が続く季節となってきましたが、前回に引き続き今回もプレーオフ出場が決定、あるいは可能性が残っているチームがなるべくならこの選手とはプレーオフで対戦したくない、裏を返せばこのチームと対戦する際には相性のいいこの選手がキーマンとなるのではないかという形で、独断と偏見で選手を選んできました。前回は NL 編でしたので、今回は AL 編となります。まだ前回の動画見ていないよという方は、この動画を見終わった後にぜひ概要欄から前回の動画もご覧いただければと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、まずはタンパベイレイズから見ていきましょう。昨年リーグ最高勝率を記録しながらも、オフにブレイク・スネルをトレードしたりと我々の想像を超える動きに出たあたりは相変わらずですが、それでも今年もしっかり強かったのはさすがですよね。今季もリーグ最高勝率を記録し、プレーオフ中のホームフィールドアドバンテージを確定させました。そんなレイズがプレーオフで対戦したくない、まあ、経緯からしてちょっとやられたくない相手はレッドソックスのハンター・レンフローでしょうか。レンフローは昨年レイズでプレーした外野手ですが、成績の面であまり振るわず、チームの苦しい財政事情もあってオフに泣く泣く DFA、 都合選手との契約が残っていたためレンフローを残すことができなかったという側面もあるんですけれども、 FA で同地区のライバルレッドソックスに移籍してから攻守にいい活躍を見せていますよね。シーズン30本をすでに記録し、また古巣レイズ戦では今季打率3割3分8厘、 OPS も10割超えと相性も良いと。9月8日のレッドソックスとレイズの試合ではレンフローが8回に勝ち越しホームランを放ち、最終回は2アウトからウェンドルが3ベースを狙ったところ、彼の強肩でアウトにさせレッドソックスの勝利を守ったこともあったりと、レイズからすればレンフロー1人に負けたみたいな試合もあったんですよね。スネルのトレードを含めレイズのオフシーズンの動きは今季おおむねうまくいっているところですが、レンフローを手放した判断が一番大事なところでチームを苦しめる結果となる展開だけは避けたいところ。レッドソックスがワイルドカードを獲得した場合、レイズは ALDS で対戦の可能性があります。続いてはシカゴホワイトソックス。ヒメネスやロバートの大怪我に見舞われたりと、決して順調とは言い難いシーズンでありましたが、終わってみれば特に問題なく中地区優勝、怪我をしていた2人も思ったよりも早く復帰することができ、狙うは2005年以来のプレーオフシリーズ突破、そして世界一ですよね。でホワイトソックスはディビジョンシリーズで西地区を制したアストロズと対戦することが決まっていますが、強力なアストロズ打線の中で特にグリエルとウレグマに対する相性があまり良くないので、この2人をどう抑えるかはポイントとなってきそうです。今季の直接対決ではこの2人にそこまでダメージを与えられていない、まあ、ブレグマンとはそもそも対戦もしていないんですけれども、通算成績ではグリエルがホワイトソックス戦 OPS10 割6分2厘、ブレグマンもほぼ変わらず OPS10 割6分1厘、同じ対戦相手の打線にこのレベルで打たれている選手が2人もいるのはホワイトソックスから見てもちょっと嫌な感じがありますよね。アストロズはプレーオフを戦い慣れていると言いますか、昨年もレギュラーシーズン負け越してプレーオフに進出しながらも持ち前の勝負強さを発揮して ALCS でレイズをあと一歩というところまで追い込んだチームですし、打線の中軸でもあるこの2人は何としてでも抑えたいですね。続いてはヒューストンアストロズ。短縮シーズンの昨年負け越し、またオフにはチームの中心的存在であったジョージ・スプリンガーが移籍したため、さすがにちょっとそろそろアストロズの王朝も終わりかと思われましたが、そこは憎たらしいほどに強いアストロズ、今季も西地区を制しました。ディビジョンシリーズでは先ほど出てきたホワイトソックスと対戦することになりますが、アストロズからして一番嫌な相手は先発投手のカルロス・ロドンでしょうか。今季ついにブレイクを果たし、シーズン序盤にはノーヒッターも達成した左腕ですが、今季のアストロズ戦2試合14回を投げて1失点、許したヒットも2試合でわずかに4本と MLB トップクラスの打線を誇るアストロズですら、ロドン相手にはほぼ何もできていないと。ロドンが今季ブレイクする以前からも相性があまりいいとは言えず、ロドンのアストロズ戦の通算防御率は 1.55 と、アストロズは彼をかなり苦手としているみたいですね。おそらくホワイトソックスは第一戦にロドンをぶつけるのではないかと個人的に考えていますが、第5戦までもつれた場合にはロドンと2回対戦する可能性があります。シーズン中は完璧に抑えられてしまったロドンを相手にアストロズがどのような対応をするのかもまた注目すべきポイントかもしれません。はい、続いては現在ワイルドカード争い真っ只中のニューヨークヤンキース。ワイルドカード1枠目を保持し、シーズン残り3試合で2枠目と2ゲーム差とプレーオフ進出自体は問題なさそうな感じとなってきましたが、ただワイルドカードゲームを突破した暁には昨年プレーオフで敗れたレイズとの対戦が待っています。ヤンキースからすればレイズとの対戦が実現すれば昨年のリベンジといきたいところですが、注意したいのはオースティン・メドウズ。
今季メドーズはヤンキース戦15試合ですでに7本のホームランを放ち、 OPS も11割2分。昨年ディビジョンシリーズで対戦した際にはヤンキースはこのメドーズを13打数2安打に抑えましたが、ただこの2安打はいずれもホームランと、やはり油断できない相手なのかなと思いますね。ヤンキースはトレードデッドラインにアンソニー、リゾー、ジョイ・ギャローを獲得するなどオールインの姿勢を見せていまして、なんとしてでもプレーオフ進出、さらには2009年以来遠ざかっている世界一を奪還したいとチームとしては考えていることでしょう。そのためには当然ながらレイズの壁を乗り越えなければなりませんので、このメドーズを抑えるのは一つ大きな鍵となってくるのではないでしょうか。はい、現在同じくワイルドカード争い真っ只中のボストンレッドソックスを続いて見ていきましょう。少し前まではレッドソックスのプレーオフ進出は規定路線みたいなところがありましたが、ホームでヤンキースにスイープされたことで展開が全く読めなくなりました。今季のサプライズチームの一つで、現時点でも充実のシーズンを送ったと言えると思いますが、ここまで来たらプレーオフには行きたいですよね。そんなレッドソックスですが、もしプレーオフに進出しワイルドカードゲームを突破した際にはまたまたレイズの選手となりますが、ブランドン・ラウへの対応の解決策をどうにか見つけ出さなければなりません。ラウはこれは本当に何でか分かりませんが、異様なまでにレッドソックスとの相性が良く、通算39試合で OPS12 割7厘、ホームランは13本。レッドソックスとのみ1年間対戦すればラウはシーズン50本以上打てる換算になりますし、またレッドソックス以外の AL 東地区の現役選手としてはレッドソックス戦の通算 OPS がどうもトップということで、レッドソックスからすればもうお手上げ状態。今季の対戦でもラウにホームラン5本、 OPS10 割7分8厘と打たれまくっていまして、プレーオフで対戦した際にはこのラウがトラウマとなる展開も大いにあるでしょう。さあまだまだいきます。こちらもワイルドカード争い中のトロントブルージェイズ、得失点差だけ見ればブルージェイズはワイルドカードではなく地区優勝争いにもっと絡んでいてもおかしくはないはずなのですが、コロナの関係でホームのトロントでプレーできない期間があったことや、大型契約を結んだスプリンガーが長期離脱したことも尾を引いている感もあります。1年契約でサイヤング賞クラスのシーズンを送っているロビー・レイ、セカンドとして史上最多のホームラン数を記録したマーカス・セミエなど、これ以上にないくらい充実したメンバーを揃えながらプレーオフに進めない可能性があるのはなんとも残酷な話ですが、もし進んだ場合にはレイズの時と似たような選び方かもしれませんが、アストロズのマイケル・ブラントリーにやられる展開だけはちょっと嫌かもしれませんね。ブラントリーは実は昨年のオフブルージェイズとの契約間近のところまで行って、ケン・ローゼンタール記者などもそれを報じるくらいだったんですが、直前に破談となり結局アストロズに残留。地区の差は当然ありますが、アストロズは地区優勝した一方でブルージェイズはワイルドカード当落戦場。スプリンガーがいない時期にブラントリーがもしいたらもう少し今楽をできていたかもしれないだけに、そのブラントリーにだけは負けたくないところ。ブラントリーは通算でブルージェイズ戦打率3割5分6厘、 OPS も10割と結構好成績を残していますので、 ALCS までアストロズとの対戦はありませんが、対戦時は注意したい相手でしょう。はい、最後はまさかのシーズン最後の3連戦を残してプレーオフ圏内に突入してしまったシアトルマリナーズ。正直ファンからすればプレーオフに行ければもうそれ以上望むことなど何もないんですけれども、プレーオフで対戦したくない選手を考えた時、レッドソックスの JD マルティネスとラファエル・デバースはちょっと当たりたくないなと思いました。通算でこの2人には相当打たれていまして、マルティネスが通算 OPS10 割2分、デバースは通算 OPS10 割1分。9月のレッドソックスとのホーム3連戦では本当に打線の格の違いというものをまざまざと見せつけられましたし、もう打線のどこからでも失点しそうな怖さもありましたが、特にこの2人には打たれるイメージしかなかったですね。レッドソックスに限らずワイルドカードゲームでは今季負け越しているヤンキースとも正直当たりたくはないんですが、もうプレーオフ行ってくれればあとは何も言いません。ただもしレッドソックスと当たるのであれば、どんな試合でも接戦となってしまうマリナーズにとってはとにかくこの打線の中軸をいかに封じるかが大きなポイントとなってきますので、マリナーズとの相性がいいこの2人は特に気をつけたいところですね。という感じで2回にわたって両リーグのプレーオフ進出チーム、進出可能性の高いチームの対戦したくない選手をピックアップしてきましたが、いかがだったでしょうか。相性の良し悪しが果たしてポストシーズンの行方を決める一因となるのか、こういったところも注目してみると面白いのではないかなと思っております。プレーオフは現地時間10月5日、日本時間の10月6日のエールのワイルドカードゲームからいよいよ開幕となりますので、開幕が本当に楽しみです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。